ペースランナウェイ。40歳にもなってサンタコスでソウスケを誘うかなめさん、に対する、ネットの反応をお送りするよ。日の打ちどころがないヒロインだと思う。ただの暴力女じゃん。絶対嫌だ。恋人にしたくない贈呈品ウェイター。むしろ踏まれたい蹴られたい殴られたい。傭兵にジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスホールドをかけられる世界で唯一のヒロイン。やっぱりフルメタは艦長ルートでやり直しましょう。だから艦長はいい加減に敗北を認めてほしい。要って本来はゲストヒロインで、メインヒロインなのは実はテッサの予定だったってどっかで見たな。ファンブックみたいのだったかな？確かそんな媒体で作者がそんなことを言ってたな。最初のゲストヒロインだったんだけど話を非常に回しやすくて相性ぴったりだったから、メインヒロインを要に変更したとかなんとか、実際要がゲストヒロインで終わってたらギャグに振り切ってる短編集やフモップ等はできなかっただろうしな。でもね、要さんにも可愛いところもあるんすよ。俺は好きだよ、ソウスケのパートナーとしては100点、自分は恋人にしたくないけど、しかし旦那も本当はなんだかんだムカついていたって言ってたのはひどい。でもまあ、そりゃそうだろうねってくらい暴言と暴力が目立ってたしな。表情変えないだけで基本的に結構我が強いんだよ旦那も嫁も、ただ旦那は口喧嘩が弱い。だからサガラの嫁としてはこれ以上ないくらいお似合いだしそれでいいじゃない。視聴者向けにはテッサがいるし、俺もソウスケの相方はテッサタンじゃなくてカナメだろ、とは思う。しかし1ミリもオタク受けする要素がないヒロイン。ラノベがニュアンスとして青少年向け小説してた頃だから割と受けた層もそこそこいると思う。身も蓋もない話、サブヒロインは都合のいい女化して主人公誘惑するのが役割だから、メインとサブが入れ替わったらキャラも全く違った可能性があると思う。確かに昔ツンデレが流行った時期もあったしな。ただこの二人に関して言えば、どこかでボタンをかけ違えて、狂犬とその飼い主のままゴールしてデレがほぼない。でも男友達にご飯作って一緒に食べよ。してくる程度に素は優しいというか、軍曹がやらかさない日常であれば言うほどツン状態じゃないので最初から属性が違うというか、そしてソウスケのやらかしにずっと付き合えるのも優しさだな。後年になるほどズレが顕著になるけど、男主人公がスケベでだらしないからこそ暴力女のツッコミで釣り合いが取れるわけで、装飾系の男子に暴力を振るうだけのヒロインは受けが悪い。じゃ、要が暴力に出るほどソウスケが暴走主人公か？というと微妙なライン。特に神代高校は要のフォローがなくてもおおらかでソウスケは結構馴染んでるからな。連れが要じゃないとソウスケが学校で浮いて排除されそう。あって変わってないとミスリルでも排除されそうになるか逃亡するか死亡してそう。収まるところに収まった感が半端ない。それと最初に生徒会長を味方にしたのがでかい。そうじゃなければ弾き出されてたと思う。その生徒会長がもう無理だと思うよとかいうのが終わりの始まりだったな。馴染んだというか日常にされてしまったというか。付近で校長から懐柔されてるし、おかげで避難スピードがクソ速い、いくらクラマがプロでも、こんなん予想できんわ。一度舐めて避難しなかったばっかりに学校感染に巻き込まれて死にかけたからな、そりゃ窓からでも全力で逃げる。旦那の超えちゃいけないライン超えた犯罪行為を激しい突っ込みでうやむやにしてくれる点で要塞よ。校庭だ、洗脳されて助けに来た主人公に。その程度か見損なったぞ根性なし、大体人のこと餌付けして何かと叩いてきやがって、などなど文句垂れられて正気に戻った。別に好きなキャラではないけど、この作品の主人公のヒロインはこいつじゃないとダメだな。って思うって意味では FF8 のリノアに似てる。実際、こういうのが弱ってる姿を見るとキュンキュンくる。そしてこちらが千鳥かなめ、40歳虹の母の姿である。ほとんど加齢してるように見えない。クリスマスにサンタコスしてアピールしてくる嫁とかソウスケは幸せ者だな。あの僕年人が本編終了時にそんな性癖を持ってたとは思えない。40歳になるまでサンタコスの嫁に喜ぶよう性癖を植え付けたのか？クリスマスは敵兵の士気が緩むくらいの認識しかないからな。あの戦争バカ、娘が脱ぐのが意外と早かった印象。お二人とも美人すぎやしませんか？なお、イラストレーターのコメント。このイラストを見ても40代とは思えぬ。
こんな40歳がいるか。幸せそうなんだから許してやれよ。そのファミリーってのはラノベで出ているの？24年1月に発売している。ファミリーってアナザーとリンクするのかな？向こうにはクルツとマオの娘がいるらしいけど。てかさ、ラノベの続編を作ってくれるのは嬉しいんだけど、その前にアニメの4期をもう一度やり直さないか？アニメはようやく反撃するか。ってところで終わるのひどすぎる。一番見たかったレイバテインが起動して初戦で終わりとかさすがにないよな。正直4期はクオリティも苦しかったな。間も飽きすぎた。楽しみにしてたのに、4期は1話の途中で投げちゃったな。何が良くなかったのかも忘れてしまった。総集編に次ぐ総集編で1クール。アニメ化されていないのに終盤のスパロボのイベントシーンがドラマティックボイスイベントで収録されている作品。スパロボでの参戦が原作小説版なのになぜか声がつく作品。アニメでは不可能そうな原作最後をスパロボの声付きでやれたのは良かったよ。ついでにゲーム化してラストまできっちりやってる。さらにフルートも大量にある。むしろ今求められてるのはフモック2期かもしれない。暴力系ヒロインとしては当時でも賛否分かれるくらいだし、今さら2期なんてやっても鳴かず飛ばずで人気でないでしょ。普段は暴力で済ますのがむしろ優しいレベルのやらかしだから。ツンデレではなくタフで優しいだけだから。というか暴力ヒロインは嫌われるとしても、フルメタのソウスケは強引にでも止めなきゃ18方するんだぞ。意味も必要もない暴力は嫌いだが、要のツッコミは絶対に必要だろ。軟弱な主人公が理不尽なヒロインに暴力振るわれる話は俺も嫌いだが、フルメタでは必要なストッパーだぞ。俺もそう思う。要の行動はソウスケの軍隊ボケ行動に対するギャグ漫画的ツッコミだと思ってたから、暴力ヒロインみたいな批判あるのが意外だったわ。てか学校にブービートラップ仕掛けるようなやつが身近な人間だったらツッコミ入れるだろ。ソウスケだからこそ合ってるのが面白いのよ。要も多分ソウスケと一緒じゃなきゃダメだよね。だけど俺はテッサが好き。やっぱフルメタはテッサの可愛さが際立つのよ。本性は割とサイコよりだけどね。テッサの敗因ってなんだろう？上官だったから？ガッツ。違う、ファッキンガッツだ。今更だけどテッサのウィスパードの才能って何だったんだ？艦長としての腕は正直魔獣かスイカだよね。才能というか未来の科学技術を囁かれるんじゃなかったっけ？その対象がもともとそれなりに頭のいい人間だったとか。潜水艦作ったじゃん。潜水艦ってバニの協力もあったんじゃなかったっけ？ゼロからテッサが作ったのならすごいけど。作りかけで放置されていたでっかい潜水艦を有用したんじゃなかったっけ？それをミスリルが引き取って何十億ドルかけて何年もかけて回収した。なんと改造すれば宇宙も飛べる、という原作者公認の汎用性。好きになった相手が悪かった。これに尽きる。ソウスケが惚れたのがたまたま要だったんだろ。そんなのは理屈じゃないし仕方ない。意外とこいつって心がブレブレだから、テッサも本気出して寝取るぐらいすればよかった。フラフラしてるけど責任感はあるから先に押し倒して犯して子供できちゃえば勝てたな。そもそもどういう経緯で惚れたんだっけテッサ。普通にサガラがミスリルに入ってきて、一緒に仕事していくうちに。同年代の男性はサガラだけだったから。テッサがメインヒロインだったら俺はこの作品にもっとハマっていただろう。なんか世間的には不人気だけど俺は要好きだよ。俺も要は要で普通に好きなんだが、フルメタのゲームのテッサエンドはいくらなんでも内容がやけっぱちすぎるだろ、と思った。何それ？どういう感じだったんだ？ソウスケ要見捨てて全部忘れて楽しく生きようぜははは。テッサ現地取ったぞ。ソウスケー。そして結婚式ソウスケどうしてこうなった？そもそもテッサはいいキャラだけど負けヒロインとして完成してしまっている。勝ちルートとか用意しても打足だわ。そもそも要は暴力ヒロイン言われているけど主人公が暴力振るわれて当たり前のことしかしてない。むしろ殴られるだけで済んでるというか、やりすぎなところもあるけど、要がソウスケをしばかないと周りのヘイトがすごいことになってたと思う。あの世界は異世界なんだから現実の基準で考えるのは的外れでもあるわな。ソウスケの隣で走っていけるにはあれくらい無茶苦茶じゃないとダメだと納得して読んでた。結局、無茶苦茶な旦那の評価を守るために必要なんだよ。
しかしカナメもたまにやらかす。その時がきっつい。その最たるが贈呈品イーター。会長の素性を探ってた時が一番あれだと思う。宗助がもうやめようと言い出すとか相当だぞ。贈呈品イーターだけは擁護不可能。雪のさつきの声が 100% 似合う女キャラ。もう一人は日暮らしのミオン。まあお互いお似合いのカップルだということで、結局我鍋に閉じ蓋というか、宗助とセットで好き。